んにちは、ミランママです。ミランです。今日は、今ユニクロに来ています。イエーイ。ってことで、本当はね、今日はね、ユニクロに用があったのはね、パパのね、パンティーとか靴下がね、なくなったのよ。ちょっとなんで破れたりしてね、ちょっと少なくなったので、それを買いに来ようと思って、ちょっとふと思いついた企画なんですけども、パパさ、お洋服さ、めっちゃ持ってないやん、で、なんか、いつもなんかお出かけ行った時とかも、なんか、ここでちょっと買ってみるとか言っても、なんか、俺いいねいいねってね、言うてくれるんですよ。なので、今回の企画は、4歳のミランちゃんに、全身コーディネートをしてもらったら、どんな企画にどんなお洋服のファッションセンスになるのかっていう企画をしたいと思います。イエーイ。ってことで、ママのもさ、ちょっと面白そうやから選んでくれる？いいよ。なんかプンいい歌で大丈夫？どっかピヨいい歌大丈夫？ちびびらんチャンネル。ママはこっち、こっからどこでも探して選んでいいよ。上と下選んでね。ママ何色型好き？もう全部ミランが決めて。え？いいよ。あの、ママが似合いそうなやつなんでも。ああ、これにしたらいい。これ？うん。こっちの色でいい？こっちの色もあるけど。ちょっとプリンセスっぽい。このお花にしよっかな。これにする？うん。入るかな？入るよ。L でもいい？うん、L でいいよ。じゃあこれにしよっかな。黒にする？あー、黒はママ似合わないよ。え、黒似合わ？これでいいの？うん、いいね。え、こ、ほんまにこれ？ママの服はないような。え、ズボン、ズボンこれやろ？これでいいんやろ？ちびびらんチャンネル。はい、ではただいまお家に帰ってきました。買ってきました。買ってきました。で、ミランにほんまにリアルに全部選んでもらったんですよ。ママの分、パパの分、な、ミランの分。さあ、ミラン、なんか分からへんけど、ミランも自分のも選んでましたで、今回はそのミランにミランにその全身コーデみたいな感じでしてもらうっていう企画。ママは言わないの？あ、こんにちは、ミランママです。ミランです。さっき言ったやん、車で。ごめん。いいよ。皆さん覚えていますか？ママがパパにドッキリされたあのことを。ママ、何したんや。勝手に動いてる。勝手に動いてないやろ、今やったやろ。勝手に動いてる。やんな。で、今回ママが考えたパパの仕返しというのは、最初はミランちゃんにママの服やけど、パパに全身コーデ選んだよって言ってプレゼントしてもらいます。いいですか？で、パパはミランちゃんが選んだ服だったらどんな服でも着てくれるであろうっていう企画でございます。いいね、ママ作戦。それを着てくれたら、本当はパパにはこっち買ったんだよってミランちゃんがパパに選んだやつをプレゼントしてあげる。よかった。 OK、 パパが帰ってくるまで作戦実行。実行。じゃあレッツファイヤー。ファイヤーちゃん、いただきます。はい、いただきます。めっちゃ冷たい。めっちゃ冷。おいしい。パパ、もうな、ミランな、保育園でな、ブロッコリーいっぱい食べてんて。そうな。1、2、3、4、5も食べてる。5も食べたん？ブロッコリー？ブロッコリーってどんな？え？ブロッコリーはマヨネーズついてて、美味しくて、ほっぺが落ちちゃう頃ね、美味しいよ。
きな、パパの服見て、毛玉だらけやで。なんでいつもさ、なんか出かけた時さ、服さ、あんま持ってないやん、パパ服。でさ、なんか何、あそこで服見てみるとかさ、ママ言うやん、なんでいつもさ、買わない。ポリシー、ポリシー。そんなあなたにミランが今日あるもの渡したいねんて。そうなん、持ってきて。はい、ありがとう。なんか開けてみて。え、ミラン選んだの？うん、開けてみて。2枚入ってる。どう、見てみて。これ1枚そうなの。それパパのために選んでね、ミランが。うん、うん、どう、え、どうなんか、え、上、下、ズボン。ミラン、ん、めっちゃ可愛いやん。寝れてとりあえず、せっかくやし、あの、洗面所に来てきて。パパどうぞ。ありがとう。ミラン、どう、似合ってる、どう、似合ってる、どう、似合ってる。似合ってない。マックス、マックス。アレラララ、アレラララ、アレラララ。パパの、え、え、パパこっち向いて。何やそれ、どういうことやん。今、いやね、やられた。え、やられた、マジか。前の仕返しじゃ。やった、そっちのママで、こっちのがパパ。そりゃそうですよね。来て来て。そりゃそうですよ。いいやん、これいいでしょ。いいやん。ほら、見て、上かわいいでしょ。いいやん、気に入った。え、気に入った。うん。ちょっと、ここ喜ぶかなって買って。やって、めっちゃ嬉しい、ほんまに。かっこいい。なんか、ちょっと服が似合うような、なんかかっこいいような。どういうこと。かわいい。かわいいやん。自分で選んだ。ママいいですか。お、いいやん、いい感じやん。いい感じやん。もうスポーツのやつ。せやな。うん。うん、スカートなんか履くねんな。ちびビランチャンネル。ポリシーやけどいいの？ビラン買ってくれたけど。え、あ、着るよ。大事に5年間ぐらい着るわ。レディース。これ？うん、なんかあのパパにって言って、いやでもちょっと面白いからママにも。ちょっと選んでやって言って、なんか知らへんけど最後ミランの言って、なんか知らへん言うてミランまで自分でな選んでんな。いいやん、うん、似合ってるミラン。え、似合ってる。そう。恥ずかしいから照れちゃうんだ。このスカートはお出かけする前に使えた。いやもうマジで次のお出かけ絶対着る。これの黒も買おうかなって思っちゃってるぐらい結構いい感じ、うん、履きやすい。履きやすかった。みんなユニクロでこれどうですか。いや俺も履きやすかったもん。何が。俺もほんまに俺のやつ履こうかな思った。ざっくり言うと俺のんとママのやろなと思った。どれが俺の。
水色かな。あ、見えへんかったから、そのサイズとか分からへんかったから。なるほど。いう感じで、はい、今回は終わりたいと思いますが、ただただパパが喜んだだけになってしまったので、そうですね、嬉しかったです。次は違うドッキリ考えようか、うん、ということで、はい、終わりたいと思います。ではまた次回に。